流れちゃう可能性がありますので、こまめにほんとちょっとだけ置いてすぐに硬化していってください。またミラーパウダーをこすっていきます。どうもくまです。今回はミラーネイルのデザイン、こちらを作っていきます。すでにこちらチップの方には二度塗りしてマットコートを塗布して拭き取った状態になります。で、使用しているカラーがこちら、左端からベラフォーマの189番、こんな感じの深みのあるピンク、130番、こういう乱切りのホロですね、こうビックリマンシールみたいな輝きのベラフォーマの130番、これはすごくお気に入りです。もともとアルサが結構使ってたよね。はい、去年の夏、グラデーションでよく出ました。そうだね、はい、これいいなと思って使います。特にこのすりガラス状になって、これ綺麗なんだよね。綺麗ですね、うん、ベトロの94番、こういうちょっと深みのあるベージュ、モカっぽい色かな。それぞれ二度塗りしてマットコートしてあります。マットコートした方があのミラーのツヤ感とコントラストが綺麗かなと思います。それでここから、まあ、こういう根元のミラーだったり別光プラスミラーみたいなのやっていくんですが、こちらの別光はベースの部分がやり方がわからないと思いますので、こちらだけベース作っていきます。使用するカラーはこの3つです。ベトロの260また261番、こちらクリアカラーです。これ秋に人気の蜂蜜色の別光には欠かせないカラーです。こちらがベトロの388番、ちょっとだけグレーがかった黒です。ほぼ黒なんですけど少しだけ真っ黒じゃないです。これなんとも説明しづらいんですけど、少し青みがかって優しい色味の黒です。うまく説明できないけどね実物見ないと、実物見ないとこれはわからない。ただ真っ黒じゃないんですよ。アートにとても使いやすいです。この中に真っ黒が入ってしまうとちょっと重いなって思うんですよ。なのでこれを選んでます。ではネイルチップの上にまず260番をアンギュラーフレアでたっぷりめに取っていきます。それで261番の透明な茶色、こちらをまあ部分的にポンポンと置いていきます。こんな感じでポンと置いたらふわっと流してあげるともやができるじゃん、はい、これはなんか別光のらしさを出してくれます、はい、いきなりこの上に黒だとさ結構重たくなっちゃうし、こうバキッとしちゃうじゃん、はい、ちょっとこう色味の変化がありつつ黒いところがあるっていう感じにしたいから。で今度380番これを取ります。でこの茶色の上に乗せていきます。全部いっぺんになんですね、硬化、うん、全部いっぺんにいっちゃう。分けてもいいんだけどこの方がまあ時間短縮になるし、こういうボケ感を出しやすいから。まあ大体2箇所か3箇所ぐらいにちょっと黒を入れてあげるとバランスがいいかな。ちょっとこう黒くなりすぎちゃってから取っていってちょっとだけこれにぼかしていきます、まあ、こんな感じで一回硬化します。はい、硬化できました。硬化できたらもう一回260番をこの上から塗ります。こうすることでちょっとこの別光の深みが出ると思います。この黒の上にもこの別光カラーが塗ることによって別光で覆われた感じしない？あ、トーンが落ち着いた感じがあります、うん、はい、さすがいい言葉使いますね。色彩がちゃんと勉強したんだねで硬化します。はい、硬化できましたのでこのマットトップ塗っていきます。で硬化します。硬化できましたのでネイルワイプで未硬化ジェルを拭き取って仕上げていきます。こんな感じになります。マット塗るとちょっと落ち着くよね。そうですね、うん、ではここにミラーを塗っていきます。なんか期待値ガラスに塗ってそうです。何それ期待値ガラスって北海道でしょ北海道の小樽の知らねえよ女のなんで北海道みんな知ってると思うのよ昨日も羊羹食べてて、なんか普通のトレアの羊羹食べてたらこれ羊羹じゃないみたいなと言い出してマリモ羊羹じゃないみたいな、何マリモ羊羹ってどうせ北海道でしょってマリモってついてるしって、おーって言ってそれ多分水羊羹だよって雑談が過ぎるとだんだんこう時間がなくなってきちゃうんで本編に戻ります。まず何パターンかいろいろなものを作っていきたいと思います。こういう風な囲みだったり先端だったり、まあ、こういうもの作っていこうと思いますが、まずこちら2つ作っていきたいと思います。こちら作るときはノーマイフトップ、まあ、これチップなのでこうサッと塗れるんですが、こういう根元を塗るのはなかなか難しいと思いますので、大まかに塗った後ライナー筆で導いてあげてください。コーナーとかキューティクル周りとか
今回はまあチップなんでこのまま塗っちゃいますね。でまず薄くこういう感じで逆フレンチみたいなラインをノンワイフトップで塗ります。これ薄い方がいいんだよね、この後ラインも入れていくから。先にノンワイフかけるんですね、その形に。そうそう、これで一回ミラーをこすっていきます。では硬化します。では楽天市場のネイル工房で販売されているゴールドのミラーパウダーを使っていきます。こちらの使い方だったりとかノンワイフトップの硬化時間などは前回の YouTube 動画の方で詳しく説明しておりますので、そちらの方へご確認ください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。では20秒硬化したので、こうキュ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 ッとまずこすっていきます。これマットコート下に塗ってるとさ、はい、綺麗にパキッと出るよね。あのくっつかないからさ、マットコートの上には。あとでブラシでこすってあげれば綺麗になる。だからマットコート、うん、まあそれもあるし、このツヤツヤっとさピカピカのところとさ、このマットなコントラストが綺麗じゃない。そうですね。ちょっとこの目の詰まった100均のダストブラシでこすってあげます。これも過去の動画で確か紹介しているはずです。余分なパウダーが取れましたので、今度はこういうパレットの上にノンワイフトップを置いていきます。ではこういうライナーブラシを利用してラインを入れていきます。まあ、このハンディライトも使っていきます。ハンディライトがあるとこまめに硬化ができますので、とても便利だと思います。ではまずここの境目からちょんって乗せて硬化します。ノンワイプってやってたんですね。そうだよ。知らない。え、何だと思ったの。ちょっと硬いテクスチャーのエクステンションファンとかでやって最後にノンワイプ塗ってるんだと思った、うん、あ、結構大変じゃない。そうすると大変です。なんかボコボコって厚み出たり、うんうん、こうすることによってさ、はい、誰でもさノンワイフトップ持ってるだろうから、はい、多分セルフの方とか真似しやすいかなと思ってこういう感じにしました。あと実際サロンワークでこの方が早いんだよね。うん、確かに。まあノンワイフトップなので結構柔らかいテクスチャーのジェルなんですよ。なので流れちゃう可能性がありますので、こまめにほんとちょっとだけ置いてすぐに硬化していってください。ノンワイプトップやっぱり柔らかいイメージだったからやろうと思わなかったです、うん、あ、そう、まあ、そうだよね、はい、俺もさどうしようかなと思って、いや試しにやってみたらさ、あ、できたと思ったから、まあ、こういう風にやってあげる方が綺麗にミラーができるかなと思うんだよね。そうですね、うん、最後見てもらうと分かると思うんだけど、まあ、こまめに硬化して、でかなりちょっとこうボコボコっとしたところとかあえて重ねて作ってあげたりすると面白い仕上がりになってくれるから、これで一回硬化していきます。これも20秒から30秒硬化です。はい、硬化できましたのでまたミラーパウダーをこすっていきます。今度はさっき乗っけた凹凸のノンワイプトップのところにこのミラーが綺麗にくっついてくれるはずです。こっちとやっぱ違うでしょ。そうですね、うん、これ最初からさボコボコの状態にしといてやるっていうのもいいんだけど、そうするとさ凹凸がボコってなっているところの、はい、一番下のところの溝ってさ擦れないことがあるかもしれないね。あ、そうですね。そうすると残念な感じになっちゃうから、こんな感じでまずベースをこすって凹凸にして、凹凸をこすってあげる方が綺麗にできるかなって思います。はい、これで今流行りの根元のミラー完成です。でこの上からノンワイプトップジェルだったりとかトップジェルをコーティングしてあげると綺麗な仕上がりになるかと思います。それでまあ拭き取ってあげると、このマットコートの部分についたものは綺麗に取れます。あくまでもトップジェルはこの上だけにコーティングしてくださいね。ではちょっと簡単なやつでいくね。これはじゃあリングにしようかな。はい、これもほんとこんな感じで、なんか綺麗な線を描こうとせずに、まあちょっと太め、あんまり細すぎるとよく分かんなくなっちゃうから、まあ、こんな感じで描く。でこうか、こんな感じでこのまた上からなぞっていく、なぞって、でこの間もなんかちょっとボコボコさせるってあげるとなんか面白い感じになると思うよ。意外と流れないものですね。そうだね、すぐ固めちゃうからね。でこっちはちょっとあれだね、なんか流行りっぽい先端の方に
適当にこんな感じでポンってやった感じにしてみようか。なんか楽しいですねそうだね。でちょっとだけこれ他にも段差作ってあげたりとかしたらどうだろうな。ちょっとこれ本当今突発的にやってるんでどうなるかわからないこんな感じで、はい、これで一回硬化してみたいと思います。はい、では硬化できました。そしたらまたミラーをつけてこすっていきます。キュッキュッキュッと。わあ、ついちゃった。まあこれをこすればね取れる。お、綺麗じゃね。おお、綺麗ですね。うん、これなんかちょっとパールとかつけたらいいよね。はい、あとこっちこれなんだけど、もしこれで失敗しちゃったなと思ったらもう一回上からミラーこすった上にまたノーマルストップかけて変化させてもいいかなと思う。あ、どんな感じになるかな。もうなんか高級ななんかガラスのアート作品みたいな。なんかこれ可愛いね。新しい感じです。簡単にできてちょっとアクセントになってすごくいいよね。はい、はい、こんな感じになります。最後なんですけど、このミラーの上だけにノーマルストップを塗っていきます。こういう感じで塗っていきます。こちらもこの上だけに乗っけていきます。これ本当ただこの上に乗っけていくだけ、丁寧に丁寧に。ちょっと今時間がないから急ぎ目でやるけど、うん、最終的に拭き上げた時にミラーパウダーが取れないように全体にコーティングしていってあげればいい。多少はみ出てもいいと思います。まあ、サロンの中でそこまで丁寧にできないっていう方もいると思いますの でこれで硬化します。はい、硬化できました。それではネイルワイプで拭き取っていきます。ほら綺麗になったでしょ。余計なダストも取れるし、余計なダストというかこのパウダーも取れてスキッとする。はい、最後これだよね。こんな感じになります。どう？マットだとすごくコントラストが効いてて可愛いです。うん、うん、まあ、これは本当簡単なやり方なんで、ちょっとこれもうちょっと細かく綺麗にできればなと思います実はこの後もすぐあと5分後にお客様来るのでめっちゃ急いでやってました今大汗かいてやっておりますまあこんな感じでやればあの可愛いデザインができると思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、いかがでしょうか。まあ、ミラーネイル、まあ、流行りですよね。まあ、これから秋でもやっぱりいっぱいサロンワークでやると思いますので、よかったら参考にしてみてください。それで今回はこの後コブネズミの冒険だっけ、コブネズミの冒険熊先生とコブネズミか。そうです。結構いい感じにできたよね今回。そうですね、ちょっと面白い感じにできたと思います。行きたくなんだよ、はい、早く見せたいって言ったもんね。そうですね、早く見せたかったです。よかったら見ててください。あとちょっと宣伝なんですけど、これ9月1日からジュークスターの方で販売になりました。あもうすぐ販売しますので、多分埼玉県民の方はこれ絶対欲しいと思う。ほぼ自分の趣味で作ったものなんですけど、よかったら買ってくださいでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。9月1日からジュークスターの方で購入できるようになります。さーってやってくれる？あ、はい、9月1日からジュークストアの方で販売開始になりました。あ、さばーって。あ、わーって。あ、ここで言う。今日はバジルのお世話を頼まれたのです。こんな暑い日に。それにしてもたくさんなってるな。ちょっとだけなら食べてもバレないはず。むしゃむしゃむしゃ、おっと危ない、落ちるところだったのです。あ、いいこと思いついた。メルカリで売ってお小遣いを稼ぐのです。コブネズミちゃんとお世話してるかな。メルカリ10万、メルカリ10万。さあ出品なのです。お前もな。それをどうするのかな？メルカリじゃなくて。メルカリ？